かんなくなっちゃって。それで失格になったんですか。ごめんなさい。他人にはたわいないことでも、当人には大変なことなのよ。南ちゃんをはじめ、武田真治、江口洋介、そして山内智子などが顔を揃えた大ヒットコメディ、7人のオタク、ご覧いただきます。略奪された赤ん坊を救うために立ち上がった7人のオタクたち。ミリタリーオタクに格闘技オタク、アイドルオタクにフィギュアオタク、無線オタクにそしてパソコン。普段はそれぞれの世界に生きる7人が作戦実行のために結集。得意のオタク技を駆使して赤ん坊を母親の手に取り戻すために奇想天外な行動を開始します。まあ、オタクというのは生存世界を極めた、まあ言ってみればプロ。その彼らがこだわる世界を生かした作戦には思わず感心させられたり吹き出したりすることを受け合いです。プロが集まって力を尽くすところはまさに現代の7人の侍というところでしょう。さあ7人のオタクをゆっくりお楽しみください。ベイバーブレイン飛ばしてみよう。この窓が水のジェル、髪をいたわりパシッと決まる。どこやった資生堂アレフ、ウォーターヘアゼリーアレフ。こんなこんなカレーに、こんなこんなカレーに、息子は友達たくさん呼んだ。加藤久志流ナスビーフカレー、家族喜ぶカレーはハウス。男とは分かり合えてからもいろいろあるけど、女友達は分かり合えたら強いよね。女の気持ちは女が分かるから。ボーイズオンザサイト、9月2日ロードショー。ソフトインワンはチャンリンシャン、洗うときはちゃんとシャンプー、そうそう、すげばちゃんとリンスに。あ、変わったね。チャンリンシャン、ソフトインワン。ライオンから。この放送はアサヒビール、NTT、日本石油、ソニー、花王の提供でお送りします。潤う力は色に出る。美しい色が続くのは潤いが続くから。それがオーブの唇です。この秋、私を変えるアーバンレッド。うるおう力は色に出る。カップにつかないオーブ。ソフィーナから。アップル社のコンピューターディスプレイ。その段ボール箱に世界7カ国の言葉でトリニトロンブラウン管を使っていますと表示されています。画面の隅々までにじみのないクリアな画質を必要とするコンピューターディスプレイ。アップル社が選んだのはソニーのトリニトロン方式でした。その技術は新しいキララバスワイドにも生きています。 It's a Sony。 男と女のウィークエンドスペシャル。おまたチキンバボー。ニューアベニールサリュー出発。ジョイ、フレイリージョイ出たよ。日本の家族を考えて考えて考えました。運転席エアバッグ、全車標準装備、ジョイライフィットワゴン、フレイリージョイ誕生。
baby? No, I don't want baby for 100 years. Como sabes que vivo aquí? こちらとしても保証人に連絡を取らないと。いやだ、困ります。実家は電話大丈夫。じゃあ用具の打ちっぱなしで待ってるから。はい、ですんで7掛けで OK です。7掛けってね、君らで勝手に決めちゃった。2万円ぐらいのことで大騒ぎはしたくないんだ。いいのよ、あの人。渋谷区消灯 3-2 の5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 。君が欲しい。そういう意味じゃない。
君は車に住んでいるのか。見事な改造技術だ。エンジンも相当チューンナップしている。誰あんた。20万あげよう。私のように強くなりたければ、ビバ格闘技、これを見よ。消費税込み、1980円。安い。安い。吉田君、またお説教ですか。説教じゃない、指導だ。さっきの僕の政権の受け方だが、僕は君のここにえぐるようなこういうパワーを送ってるんだから、君はこういう受けではなくこういう受けで、分かってんのか。もう一度言う。こういうパワーを送ってるんだから、君はこういう…カムちゃんだ。おい、写真撮らせてください。おい、ラムちゃんじゃないだろう。そもそもこの灯籠剣の発祥は中国山東省から黄海にかけての地域で、少林寺を中心に当時流行していた。君の武道を正義に役立ててみる気はないか。本当の正義に。ビデオなどから取り込んだ動画像を専用のプレイヤー、ワープロ、ディレクターなどのソフト上で走らせることができるわけです。ではちょっと実際にクイックタイムのサンプルを見てみましょう。カジさん、お願いします。はい。現在では画質や再生速度の面で不満がありますが、将来 CPU の処理速度が上がれば Mac 上で動くマルチメディアソフトのプラットフォームに十分なり得る可能性があります。クイックタイムを起動するために社長、AJ から今月のツルキと届きました。誰か熱帯魚のご飯あげて。カイト、ベータバージョンだ。これはゲームじゃない。精密なシミュレーターだ。このソフトに動力、タコの素材と面積、ロープの長さ、物体の重量を入力すれば必要な助走距離が割り出せる。逆も簡単だ。動力とかの要素を入れればタコの必要面積がわかる。ああ。で、その車は時速7キロ。ロープは1メートル、人形は60グラム、タコの SWM は約 0.1087。
4.12m。 この場所で飛ぶ。 動力と回答を大きくすれば人間でも同じだ。このソフトを使えば誰でも空が飛べる。3年かかった。こんなもんに3年かけたのか。 昨日秋葉の雀屋で変な男に声かけられた。静岡の沖のなんとかってしまいってちょっとパソコンいじってほしいんだって。報酬は20万、事情は秘密なんだけど犯罪じゃないらしい。俺じゃなきゃできないって泣きつかれたんだ。たった20万？金じゃない。面白そうだろ。やばそうだったら逃げりゃいい。 仲介料300万取るんでしょ。面倒見はいいって言うけどね。いや、国ちゃんとこ大変だったじゃない。嫁は慎重に決めないと。うん、サメちゃんの言う通りね。 本当に20万くれるんでしょうね。 こんな電話どうして録音するんですか？
何のために俺たちを、どういうメンツですか。敵を欺くには味方から。簡単な任務だ。田川隆、サメット女の声を合成してこの文面通りに喋らせろ。敵は毎晩カラオケに出かける。作戦は深夜に決行。それまで休憩だ。あ、星さん、俺たち帰る。深夜なんて聞いてなかった。熱海にいる旅館予約してるし。同じ部屋に泊まるのか。君たちはそういう仲なのか。あ、まだまだしてないのか。まだしてないんだな。やめろよ、そういう露骨な言い方。そんなにセックスしたいのか。そうまでしてセックスがしたいのか。けだもの。けだものはあんただ。なんて失礼なんだ。いいじゃない。何が起こるか見てみたい。宿は到着時間延期すればいいじゃない。本当なんですよ。日本はいろんなものが高いけど、 KDD の001番はすっごく安いの。韓国へ最初1分200円、あとは1分わずか100円。 KDD ファミリートークならさらに割引。助かりますね。これが今の国際電話です。001番 KDD。 お問い合わせは局番なしの0057へ。ますますドライ。これが切れ味。この味辛口。アサヒスーパードライ。今日も作りたてのスーパードライがあなたに向かって出発します。とことん鮮度にこだわりたい。生ビール売上ナンバーワン、アサヒスーパードライ。会わないことにしよう。おい、待てよ。はい。きっと僕が守り続けるから。もっと走ろう。日赤ワーキレーガソリンならエンジンはずっと綺麗です。日赤。9号は怪我した人です。9号、944に行こう。944に行こう。944って救急派閥。了解。楽しい？とても。救急ハマス一から。救急ハマス。こちらはソニー。ただものじゃない。救急ハマス。救急ハマス一どうぞ。歌唱力。マジで勝負した。で。危ない危ない。ここが静岡で。
コンビニパブってると思わなかったな。お、まだ性能がいるもんな。宅ローカルは宝箱だ。今日 CQ アイドル分析マガジン、山口ひろみも僕らが育てたんだ。980円、金かかるんだ同人誌。全国183人の読者のためにぜひ。お金後でいい？返品聞きませんよ。動物の好きな人に悪い人はないんだって。わあ、かわいい。かわいいね。アンロード、ショークリア。元気出ますよ。食べますか。いいよ、この人たち。帰ろう。2100、西城春夫、小型漁船を占拠。接種に備えて機能確認後、待機。2130、水上玲子、高松家に接行。高松151。なんだ15って。出動のことです。カラオケと反対方向だけど出かけました。151。30分待機。変なやつだ。くにちゃん。あ、サメちゃん。くにちゃん、助けて、助けて。サメちゃん、どうしたの？来れないぞ、ここまで。来るなよ、バカ野郎。遊びじゃないんだ。高松の母、151。何が始まるんだ。5分待機で突入だ。君子の船に早く。だ、何すんのよ。お守り、僕が生きて帰れますように。あんた、ちょっと待って。あんたが死ねばいいよ、バカ。急げ、とっとと済ませば旅館に間に合う。下の景色は効果はないんだぞ。材質は同じだ。
見破るのが計画なんだ。全員が機能してこその作戦だ。正義なのか？それが。誰だ？3年前に見合い会社の斡旋でアレビアからここに嫁いだ。撤収！2230、都市奪還、撤収！やった、やった！やった！本当に正義なのか？本当に正義なのか？何やってんだ、君塩。まだ準備できてないのか？5分で済みます。フラグいじるだけですから。エンジンもアイドルも育てるもんなんですよ。目かけて。手かけて育ててもくれるやつはくれるんです。あっちの船にしましょう。お前は科学特捜隊。何それ。おい、これ誘拐なのか？誘拐じゃない。誘拐じゃないんだ。変な船を見ませんでしたか？おかしな船をね、見ませんでしたか？どうしました？こんな夜中に。出たんだ、特攻船がまた。本土の連中でしょ。やつら端っこいから、ご苦労さんだね。ありがとうよ。はい。ハマコの男か。たまたま彼女の隣の部屋に。ハマコじゃなくてティナです。カラオケ大会ってのはどうですか？おう、仲良くな。俺ん家で歌やかそう。最後か。本土まで乗せてください。帰りの船出ちゃって。またトール君からプレゼントか。はっきり断りなさい。ファックスさえあれば。私ファックスさえ。こんな時はいいお友達でいましょう。ファックス。オタクも NTT の電源も。ファックスさえ。
何時だと思ってるんですか。マメも寝てます。ファックスさえあれば。私ファックスさえ。こんな時はこっそりファックス。オタクも NTT の電源もファックスさえ。 NTT もう使ってます。クイックルワイパー。これかい。あ、いいね。下狭い隙間も楽々、誰でも気軽にお掃除できます。これ面白いね。細かいホコリも髪の毛も残さずキャッチ、離しません。おお、いいね。まあ楽ちんだこれは。ね、便利でしょ。スイスイ簡単クイックルワイパー。人間は欲張りだね。いつももっとと言っている。人間のモットが生んだミニディスク。It's a Sony。人間は欲張りだね。いつももっとと言っている。人間のモットが生んだミニディスク。It's a Sony。今ビールはますますドライ。これが。この味辛口アサヒスーパードライ。今日も作りたてのスーパードライがあなたに向かって出発します。とことん鮮度にこだわりたい生ビール売上ナンバーワンアサヒスーパードライ。罰金と M16 の没収だけで生還できたんだ。よしとすべきか。どこがよしだ。旅館はもうダメだ。犯罪じゃないか。誘拐だろ。誘拐と違う。私の子供です。約束の金ありがとう。キッチンのことは、うん、高松の家はじめは優しかったです。でも基準まれて変わった。私の名前浜子にした。浜子。キイチは日本人だと言ってアリビの言葉も子守歌も料理も里帰りも禁じられた。お父さんは初孫に手作りのおもちゃを送ってきたが不潔だと言って捨てられた。私の小さだ。だからキイチと逃げた。高松は更新所を使って俺の隣で大立ち回りだ。涙ぐむなよ。よくある話だ。最近よくある話なのに隣に住んでるだけでどうしてここまで。俺ぐらいになるとただのサバイバルゲームじゃ飽き足りない。一度やってみたかったんだこういうの。それだけ。力は使うためにある。お前だってだから来たんだ。作戦を立て必要な人間を厳選した。扉を蹴破るために俺は呼ばれたのか。調べによると奴らは手慰めに日本武道をやっている。それに改造車秋葉原。秋葉原にパソコン好きは5万といる。どうしてこの俺を。俺と同じ目をした人間を選んだ。そんな目はしてない。してない。君も同じ目になろう。第二次作戦計画書。一応第五次計画まである。星さん。もう一度力を合わせよう。負け戦のまま帰れないだろう。僕支払いあって更新印刷とか全国183人の読者が待ってるんで8枚9枚取ってこれで手を打ちましょう。お前
エメラ、島で見たことチクんなよ。弱いぞこいつ。なぜ第二作戦に残った？なぜ簡単にやられた？じゃね、素直と正直はバカの代名詞なの。あの子連れてアラビア帰ったって貧乏するだけよ。あんたさ、この国でひどい目見たんだから、この国で美味しい思いしなきゃ。フグとすき焼き食べました。違うの、赤ん坊のことなんか忘れて身軽になって出直すのよ。駒沢のキューっていう中華屋に行くの。コース8万だから食べちゃダメ。ウェイティングバーでペイレーだけ頼むの。ロリ顔だから30分以内に誰かが食事に誘ってくる。あって間なのよ、浅見父さんの。お乳絞っときなさいよ。いきなり母乳出たらびっくりするんだから、絞っとくのよちゃんと。それから子供がいるなんて口が裂けても言っちゃダメ。内緒にするの。勝負は一回寝たで。スルーカード、アレビアに何分かけてもタダで。ありがとう。あの金、全国183人の読者の定期購読料だぞ。何に使った？変装のつもりか。目立ってるぞ一番。琴美ちゃんの移籍第1曲目だ。見逃せないんだ今日だけは。ジャンプ。何に使い込んだ？高橋由美子の写真集通りをかけたんだ、ネパールまで。でもほらまだ残ってるから。出せないよ。次の号川田美香特集。ごめん。ビタミン C は俺たちの。足りないよ。あ、福岡に電話しなきゃ。福岡町ごと割引。あ、東京に電話しなきゃ。東京町ごと割引。市外局番を選ぶ町ごと割引は NTT の提供です。あ、電話しなきゃ。あ、札幌に電話しなきゃ。札幌町ごと割引。あ、
大阪に電話しなきゃ。大阪まちごと割引、市外局番を選ぶまちごと割引は NTT のテレキュリス。あ、電話しなきゃ。 NTT。 キレイ会わないことにしよう。おい、待てよ。はい、あーきっと僕が守り続けるから。もっと走ろう。日赤ワーキレイガソリンならエンジンはずっと綺麗です。日赤。ここまでの放送はアサヒビール、NTT、日本石油、ソニー、顔の提供でお送りしました。ただの水では乗り越えられない時がある。ウォーターチャージポカリスエット。今ビールはますますドライ。これが切れ味、この味辛口、朝スーパードライ。歯と歯の間は山、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 山で、山切りカットのビトインライオン。歯と歯の間にピタッ、ビトインライオン。そして奥歯が磨きやすいビトインアルファ、ライオンから。新方向ファミリア。ずっと遠くまで見渡せる。しっかりボディに、しっかりエアバッグ。ファミリアに新シリーズ登場。マーチだ。歌人川瀬敏郎は知っている。上質は空気を変える。上質を知る人のネスカフェゴールドブレンド。ここからの放送はデビアス、日本リーバ、ホンダ、 UCC、 NEC の提供でお送りします。航空力学ったって独学だろ。田川、怪しいもんだよ。沖縄でパラセールやれば済む話じゃない。どこだって飛べるんだ。夜中の銀座通りだって、東京湾だって。自分に動力つければもっとすごい。オートバイやボートにカイトをつけて製品化して市場に出すのにどれだけ経費がかかる。だいたい誰が買うの、そんなの。俺が買う。作った俺さえ買いたくないソフトを誰が買うんだ。 Mac そのものがそういうマシンだ。プレメイトだって、シムシティだって、自分が欲しいから作ったんだ。あいつらパソコン教室やるためにこの会社作ったわけじゃないだろう。博打しようよあいつらみたいに。俺はこのソフト買う。田川、うちはもう博打ができる所帯じゃない。行こう、行こう。あんた、何なのあいつの。そう、別れ際に頼まれたんです。同僚の金田さんからパワーアップしたスタンガン借りて届けてほしいって。同僚ってね、私は社員、あいつはバイト。貸せないね。あいつに貸すと運が落ちる。星がいると必ず負けるんだ。肝心な時にビブ。役星だから、あいついつも一人チームでさ。
なぜ乗らない。潜入だぞ。こんな根性だから簡単にやれるんだ。あれは見苦しいだ、言い訳は。壊さずにはそこに寝ればよかったんじゃないのか。タバコ吸わないでくれ。くっつかないでくれ。寒い。タバコ消すからくっつかないでくれ。140第二次作戦に向けて偵察開始。キイチは笑っていた。キイチはあの家にいるのが幸せなのかもしれない。だとしたらティナに渡すのは正義じゃない。俺たちは正義なのか悪なのか。だからあの晩両親手出ししなかったのか。
学科は歴史が決める。勝てばいいんだ、勝てば。チキショウ。作戦を整理しよう。ここは高松家漁協だ。後ろに山がある。こんなとこじゃすぐ見つかるぞ。貴様らの仲間が飾ってたあの原型がこれだ。14年前に俺が作った。丹波さん、あの丹波さんですか。ホビージャパンのジオラマのフィギュアの神様だ。コミケで買いました。ウルトラマン、ゴレンジャー、仮面ライダー、あの特捜隊の船も。よく気がついた。フィギュアを捨てて5年、だが俺は幸せだ。君たちの心の中に生きてた。なぜフィギュアを捨てたんです。僻地に住む30男のお宅に嫁が来るか。ここに足踏み入れるのも5年ぶりだ。この間の晩、こいつのレプリカ久しぶりに見て懐かしくなって着てみたら。シアの気持ちも分かってください。跡取りも大切でしょうけど、自分のお腹を痛めた。ジオラマは愛だ。作るぞキッチン。玲子はおまけしとくか。国城は金のことばかり。リサさんは。田川はどうする。さて作戦だ。現在の戦力は
もう帰れ。これ以上は協力できない。あの科学特捜隊マークは特攻船だ。よその漁礁を荒らしたり密漁したり、特攻船がこの島の経済支えてる。みんな成金になった。高松はボスで、この島の法律だ。法律は何でもできる。2年前若い漁師が密漁を告発するって言って自分の船で本土に向かった。それ以来姿見た者はいない。8月1日10時本土浜津駅集合。明日だ。変なこと考えないで。下手したら誘拐よ。名古屋まで飛ぶか。55ノットローテーション。子供の頃から空を飛ぶのが夢だった。マックにハマったのもこのソフトに出会ったからなんだ。新しい会社作る。何が何でもSIMカイトを完成させて発売する。こいつと一からやり直しだ。まだ名古屋。セスナ172だから3時間かな。3時間よく徹夜で往復した。シミュレーターなんだ。本当に飛んでんだよ俺たち。エコノミー、機内食。好きだ。告白ってやつですか。オートパイロットにした。ちゃん算数の成績上がったけど、お家で何かしてるの？新しいキャンビーで私がバッチリ教えてますから。あ、どうぞ。ソフトもいっぱい。家族のパソコン新キャンビー。これなら誰でもできますね。そうですね。
キエちゃん、ケーキ食べない？チクなの。遅く行かない？後で。キエちゃん、新しいキャンビーしない？うん。家族のパソコン新キャンビー。キエちゃん、一緒にお風呂入る？いや。NEC。You're the one. She's Gabrielle Anwar. She's a film star. Wow, with such beautiful hair. It's really like silk. 天然の絹から生まれたシルクプロテイン配合。もっとダメージケア。もっと滑らか。髪にシルクを感じます。新しいラックスシューパーリッチ。日本リーバー。あの時君は若かった。うちのスッキリウイスキーロバート・ブラウン。意外と幸せ。その男、そのバーボン、当たりはいいがヤワじゃない。フォアローゼズブラック。カクテルもどうぞ。スタンガン、ダメだった。撤退も勇気だ。上り電車は30分後。あ、友達との旅行の約束断ってきたの。女スパイ潜入、頑張ります。スタンガンも私が作ってみせます。お前、なんで？俺も手伝うよ。あんたのために来たんじゃない。いただきますからね、残りの11万5千円。作戦だ。作戦ができる。第二次作戦開始だ。払い戻しをお願いします。1830水上霊子、盗聴マイクをつけ高松に接近。敵の動きと作戦に有利な情報収集。無理してよ、基地警備するって借り出される俺たちは何なんだよ。仲間外れになってすねたガキがベーコマ隠すお手伝いか。降りるか特攻船。合わせ叫ぶぜ。聞かなかったことにしてやる。少女にスパイは無謀よね。ヤッホーマッコーおいかぽーね、背景いかがにかいまな買いまなひら
ご一緒してもよろしいかしら。ドンペリのピンク。わあ、すごい。10本抜けよ、10本。何ドンペリって。次はよ、ドンペリでもナポレオンでも何でもあるからよ。さあ行こう。さあ。この島にな、観光客が来たのは7、8年ぶりかな。いろいろあってね、一人で旅に出てみたくなっちゃって。男と別れたとか。そう、別れたのか。うちの人。大丈夫だよ、平気ですよ。おふくろとだけはね。漁協の宿直室みんな警備してるよ。面白くの連中が来やがってさ。漁協か、きっちゃん。きっちゃんってバカバレるぞ。熱い。熱かったら。ゆうべ遊びだったのか。ゆうべ。こんなバカ。やれ、高松、力づくだ。おい、なおれ、男になれ、男になれ。俺と結婚しようよ。キャン、デコ持ちがシャバくせ。シャバくせ。俺とな、結婚してくれるんだったら、キイチはピナッと返すよ。日本人の跡取りができるんだったら、根血なんていらねえよ。何考えてんの。俺たちは正義だ。あんたの子供でしょ、きいちゃん。日本人の跡取りできたらどうでもいいよ。欲しくてあんなガキ作ったわけじゃねえよ。この人が助けてくれたの。もう心配ない。
私は君たちを助けにやってきた。丹波さん？俺は丹波じゃない。丹波達夫はあの島でつましく暮らす良い漁師。俺は丹波じゃない。ダンと呼んでくれ。ダン。俺たちは現実と戦うんだぞ。こんな漫画じゃ通用しない。もっと漫画にしよう。予想も。けだものよあいつ。帰ろう。けだものだから助けるんだ。あの子。嫌なら帰れ。俺は助ける。7人目だ。もうすぐ10年目ですよ。じゃあダイヤモンドだね。うちは去年だったけど。ダイヤモンドですか？必要ないですよ、うちは。でも送られると嬉しいものよ。いいのいいの、うちは、ま、あ、そんなもんじゃないんだからお前そんなこと言って。これあなた10年スイートテンダイヤモンドだ。最高のありがとうを見つけました。スイートテンダイヤモンド。ブラック無糖は UCC 缶コーヒー。ブラック無糖は UCC。 UCC オリジナルプレゼント。好き好き好き。今週はモモコのオリジナルお昼寝枕あげちゃいます。呼んで夏バテにイエイ。 UCC コーヒー。深く鋭く誇り高く
解決セイバー V6 もデビュー、ホンダベルノ店から。危険だ、それは危ないようだったらエンジンを切ればいい。リサの度胸ならできる。ボートで回収するのが順当だ。1秒でも早くリサとケチを脱出させたい。信用できるか、あんなおもちゃが。マックはおもちゃじゃないぞ。それが成功したら私が初めてってことね。やってみたい。信じてくれんのか。高松なんかに捕まるのだけは嫌なの。ボートが間に合ったらエンジンを切るわ。指輪どうした。捨てた。捨てちゃった。爆破。プロペラのピッチは 47.1 インチ。分かったな。私、白いものは黒いっていうの、美味しいものはまずいっていうの。どこで歪んじゃったんだろう、性格。白いものを黒いって言える人がいるだけいいと思います。
丸なら丸丸。突入だ。おい、おい、急がない。あいつら寮から戻ってくるぞ。薬母師、薬母師、勝ち知らずの一人チーム、薬母師。突入！聞こえるな。それに触れると20万ボルトの電流が流れるぞ。どうした？初めてだ、実戦は。使われることなかった筋肉たちが輪になって喜んでる。俺は正義だ。おもりありがとうよ。あんたら寮に出たんだ。お前らを売ったんだよ。108万でな。高松さんに話したのは作戦のここまでで半分ですから。54万円で手を打ちませんか。半分？作戦続行！
当にごめんなあ、俺183人の読者のこと裏切れないしみんなのこともだから半分ずつ。借りは喜一に返せ。こういう使い方もある。キイチは大丈夫か？男はこれぐらいで泣かない。続々登場。 Excuse me. 読み方、楽しみ方、自由自在。 Hey, that's great. Yes, デジタルブック本を読む、情報を読む、 NEC デジタルブック。 NEC オーガニック、毛根にも浸透する天然成分グルコシル配合の初めてのシャンプー。髪の美しさが目覚めます。美しい髪は毛根から、オーガニック日本リーバ。この頃の崩れにくいメイク、落とすときが大変。え？ちゃんとクレンジングしたつもりでもポンズで試すとほら、進んだメイクもしっかり落ちる。ポンズのコールドクリーム日本リーバ。大きいですね。ん？そっちの方が。そう？葵さん、これどこで取れたの？川。やっぱ大きいですね。欲しい。別にそういうわけじゃないんですけど。そう。おいしいとこだけ一番絞り。うまいな。そうですね。
な。Thank you.
生まれて初めて買った。旦那様がこのテレビはいらないだろうとおっしゃってましたから、どうぞ。よし。なさいました。1613作戦終了。みんな同じ目になった。そんな目はしてない。That's right, t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 hat's right.
君も同じ目になろう。第二次作戦計画書。一応第五次計画まで。吉田さん、もう一度力を合わせよう。負け戦のまま帰れないだろう。シナリオ読み終えたなら、ときめきさえ消えて、次の前に夢を馳せて、思い巡れば。もうすぐ10年目ですよ。じゃあダイヤモンドだね。うちは去年だったけど。ダイヤモンドですか？必要ないですよ、うちは。でも送られると嬉しいものよ。いいのいいの、うちは、まあ、そんなもんじゃないんだからお前そんなこと言う。これあなた10年スイートテンダイヤモンドだ。最高のありがとうを見つけました。スイートテンダイヤモンド。そこで795を密かに楽しんでいるのは萩原健一か。お先に。近道せずにたどり着いたうまさ。来てるね。そのコーヒー UCC メジャー。 UCC オリジナルプレゼント。好き好き好き。今週はモモコのオリジナルお昼寝枕あげちゃいます。呼んぶ夏バテにイエイ。 UCC コーヒー。静寂に包まれた躍動、激しさに宿る知性、走るために生まれし高貴なる存在、それは静かなる興奮を呼び覚ます。インスパイア、私をインスパイアするものよ。 V6 もデビュー。ホンダクリオ店から。ひょんなことから暗黒街のボスに祭り上げられたジャッキー・チェン。世話になった女性を助けるために組織を挙げて大芝居を打つことになった。1930年代の香港を舞台にジャッキー・チェンが初めて挑む心温まるアクションコメディ。奇跡、ミラクル。泣く子も黙る天下無敵のお嬢様がスクリーンに登場。私たち結婚するのに。鼻持ちならないほど高ピーなのに、恋する相手には可愛いところを見せる白鳥玲子でございます。マキのつくし。つくし超人気コミック学園コメディの映画化。内田有紀が元気にスカッと迫ります。花より団子。ここまでの放送はデビアス、日本リーバ、ホンダ、 UCC、NEC の提供でお送りしました。ハンマープライス。I have no choice. I gotta paint. I love all colors, but I got this thing for blue. They're the true blues, you know? Levi's, 501 jeans. それは1000でもない、1500でもない。タウリン 2000mg。 湧き上がる力、2000の力。塩ビタドリンク2000。味もすっきり、新登場。しまう。ゴードン会長はゴミ場だ。例のデータすぐ送ってください。動く人の手にドコモの携帯電話。まあ今日はな。ミスターゴードン、 Do you have a moment? あ、熱？喉も痛いの？
そんな風邪にはエスタックイブ、イブプロフェンとビタミン C 配合、熱、喉の痛みのもとによく効きます。聞いたね、風邪にエスタックイブ。伊藤洋華堂秋の食べ頃大食品祭、生サンマ1尾138円、大根1本128円、サーロインステーキ398円、香水なしなど秋のお買い得が盛りだくさん。伊藤洋華堂秋の大食品祭開催中。バージニアスリムメンソール BU。 Honey, your stomach's been acting funny. ねえ、胃の調子悪いんじゃないの？いや、大丈夫。食べた後いつもお腹さするじゃない。いや、大丈夫だ。それは胃の動きが鈍っているから。今度のパンシロンは医療用成分を新配合、胃の筋肉を生き生き動かす、そんな作用があるんです。だからほら、溜まったものを送り出してお腹がいつまでも膨れている感じが消えていきます。これはかなり新しい。胃を生き生き動かす、パンシロントリム新発売。パンシロン、私の私のカレーはご飯と一緒。私の私のカレーはご飯と一緒。レンジで3分、カレーもご飯も一緒に美味しい。大塚のあ、あれ食べよう。It's clothing, babyICB Clothing and Bags From Onward。 ワインの線を抜くように、毛穴に詰まった皮脂や黒ずみ取れると気持ちがいいですね。おお、こんなに取れた。簡単ワンステップの T ゾーン用パック、オプチューン資生堂。あれは、あの日から50年、人それぞれに戦後があった。今明かされる、今だから話せる、みんな見たあの瞬間。とっておき日は初公開スペシャル、金曜夜9時2分。鳥になる日。この番組はトヨタ自動車の提供でお送りします。フランス西部ペリゴール地方、ドルドーニュ川の川面を吹く穏やかな風に乗って舞う。先史時代から人は緑豊かなこの地に村を作り暮らしてきた。断崖に家並みが見えてくる。ラロック・ガジャックの村だ。この辺りは百年戦争や宗教戦争の時、幾度も攻防の矢面に立たされた。人々は敵の攻撃をかわすため断崖や丘の上に町を築いたという。もしかしたら人間の文明は戦によって発達してきたのかもしれない。行く川の流れは問わず語りにこの地の歴史を語りかけてくる。緑生い茂る崖を一気に登ればカステルノーの城に出会う。丘の斜面に築かれたこの村もまたさまざまな歴史に翻弄されてきたのだ。いや、ここに暮らす人々は歴史に翻弄されてきたのではない、歴史を生きてきたのだ。城の広場でペタンクを楽しむ老人たち、穏やかな川の流れが今を過去に変えていく。NBC キャスタージム・ランプレイ、96イヤーモデルに乗る。レクサス ES300、 日本名ウィンダム。
Are you Wyndham? 特別使用者 2.5 レクスター発売中。始めなければ始まらない。コンパク。やってる。NBC キャスタージムランプレイ96イヤーモデルに乗る。レクサス ES300。日本名ウィンダム。Are you Wyndham? 2.5 レクスター発売中。本当なんですよ。先月は30回もかけたのに安くなったよね。KDD の001番。アメリカへ最初1分180円、あとは1分90円。安いとはね。これが今の国際電話です。001番 KDD。 やっぱりそんなできたのかな。ねえ、飲み行こうよ。どうだった？キリンラガー、行きましょう。この味がビール、切れ味醍醐味、キリンラガービール。オークションの殿堂、ハンマープライス。この世にかつてない品を探し出してくるのはバイヤーの石橋貴明と木梨憲武。今宵もスリリングなオークションをお楽しみください。まずはお客様の喜びの声からご紹介しましょう。今回は特に私たちのアフターケアの素晴らしさがご理解いただけるはずです。最初は内田由紀が花より団子で使っていた台本とドレスを112万5千円で落札された小菅さん。私たちはそのアフターケアとして100万のドレスを着た小菅さんと内田由紀さん本人のご対面を企画。花より団子の舞台挨拶があるという丸の内東映に小菅さんをお招きしました。そしてもちろん小菅さんはこの姿で登場。やっぱり最初着られなかったのでダイエットをして一月で9キロ。いよいよ映画が始まり、小菅さんは同じドレスを着たユキちゃんをまるで我がことのように見守ります。そして映画が終わり、ユキちゃんが登場。ついにアフターケアの時が。ドレスとあとこの花より団子の割り本をなんとお買い上げいただいた人が来てくれてるみたいなので、はい、どこにいるの？小菅さん、小菅さんかな？小菅さん、あ、小菅さん、いた！目立ちますね。こんにちは。あ、でも似合ってます。ね、皆さん似合ってますよね。サイズとかはどうでした？あの、寸法を直したら意味がなくなってしまうので、直してないです。直さないで。あ、じゃあ同じスタイルっていうことですね。あ、一応スリーサイズ。スリーサイズ、私より胸はありますね。あの、本当に会えるとは思ってなかったんですごく嬉しいです。もう今晩は寝らんないです。そしてもう一方、ご対面のアフターケアをお受けになったのが松雪靖子が着た白鳥玲子のネグリジェを26万円で競り落とされた石澤さん。そのご対面場所として白鳥玲子でございます記念展の会場が選ばれました。渋谷パルコにずらりと並んだ白鳥玲子の衣装を実際目にした石澤さんは、やっぱりあの時落札できてよかったなと。もちろん石澤さんが落札した衣装も特別出品。そしていよいよ松雪さんとご対面の時が。長い間ご存じ